ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。素顔を隠す縛りの面白コスプレを見ていくぞ。いきなりハイクオリティの糸通しが現れたんですけど。コスプレって基本的には素顔にメイクをしてキャラになると思うけど、今回はなりたい顔を物理的に作り上げたコミケの住人を集めてみた。コスプレイヤーさんの発想と努力に脱帽です。だから普段は見れないようなコスプレがたくさんあるぞ。よもや死ぬまでに百葉箱のコスプレを見ることになるとは。そんなところで前置きは終わり。それでは本編行こう。まず最初は、食べ物のコスプレから行こうかね。いきなりクオリティ高すぎない？ちなみにこのファミチキ先輩は、ちぎる部分にシールを貼る店員に激おこだぞ。確かにテープの部分が引っかかって手がベトベトになりがちだけども。そしてチキン本体まで再現してたりする。やっぱコスプレイヤーってとんでもねえわ。さてさて続きまして。刺身用マグロ赤身なんてどうでしょう。なんでこのコスプレをしようと思ったんだよ。このお買い得シールが貼られたマグロの赤身は、体の部分はスーパーの店員みたいな格好だったりする。マグロの赤身本体が反則してくんの？そしておかず以外にも、ここはシガレットを再現した人やら、いい塩梅の手作り感ですな。じゃがりこのキリンさんがいたりする。でも改めて並べてみると、やっぱコミケって魔境っすわ。ジョナストゼロもいるぞ。飲むアトラクション。それじゃあコスプレらしく、漫画ゲームのキャラシリーズ行ってみよう。今気づいたけどこのサムネの人たちも被り物してたんだね。それじゃあまず一発目は、青鬼に登場するたけしだ。よりにもよってたけしかよ。まあもちろん青鬼もいるけどね。いやなんでキラークイーンの立ち方してんだよ。あと青鬼つながりだと、クソ味噌テクニックの阿部隆一もいる。青鬼要素がどこにあるんだよ。そして阿部隆一のコスプレをしている人は、結構多かったりする。君たち倫理観道すがらドブに捨ててきてない？それじゃあ気を取り直して、紫ピクミンのご紹介。いやこれどういう状況？これは見ての通り、腕立て伏せの最中で、こうやって、交互に移すと。よし、それじゃあ次。紫ピクミン終わりかい。イーブイイコール可愛い。圧倒的女子人気。という可愛らしいイーブイもいる。欲望丸出しじゃねえか。ちなみにこれを拡大すると、圧倒的女子不人気、と書いてるぞ。ちゃんと自覚してやってたんかい。そしてポケモンつながりだと、ポケモンの看板たるピカチュウもいたぞ。違う、こいつピカチュウと違う。なんかモンスターボール投げても普通に弾き返してきそうだね。そりゃこいつ本体がポケモンじゃないからね。じゃあここからは漫画編。まずは怪獣シリーズより、一日だけ外に出てきた大月一味。こいつの顔見てるとお腹が減ってくるのは気のせいでしょうか。そしてお次は働く細胞の、赤血球行ってみよう。これマジモンの赤血球じゃねえか。やだなぁ、ちゃんと酸素運んでんじゃん。なんでそこだけ原作再現してんだよ。いやいやちゃんと白血球や血小板もいるじゃん。お二方ともご本人登場してますけどね。じゃあ次、ゴブリンスレイヤー。なんか流れるようにどえらいやつ出てきたんですけど。やっぱたまにはガチですごいコスプレを見るのもいいよね。まあもちろんこの動画で紹介したものもガチですごいけどね。んじゃ、漫画ゲーム編はこれにて終わり。続いてはテレビでたまに見かけるやつらだ。姿勢も衣装も着想も天才だろこの人。そしてこの台風12号に似たものだと、アクロバティック顔なしがいる。お前はなんでこの姿勢なの？そして変な姿勢つながりだと、変な姿勢でコンボ発生してんじゃん。いやなんなのさこれ。何して JA のロゴじゃん。わかるわけねえだろ。確かに元のロゴマークが人の形に見えなくもないよな。人の形に見えた瞬間実際にコスプレするのはすごいっす。ちなみに緑つながりだと、スーモもいるよ。ねえ、これ体の部分どうなってんの？どうって、こうだけど？首から上に命かけすぎでしょ。んじゃ、テレビから出てきたシリーズラストは、警察全体とトレンジャーの皆様が、ナムシレットお前並んでんだよ。この光景面白すぎんだろ。カメラの人とお札まであって正義の味方の逆の人だからね。んじゃ、最後に、イラスト屋で作られたコスプレを見て終わろうか。イラスト屋ってコスプレにまで使えるのかよ。ちなみにこれはスプレー缶のガス抜きをする男性だな。ありとあらゆる選択肢の中からよりにもよってガス抜きかよ。続いてのイラスト屋作品は、笑顔で現実を突きつける男性である。だからなんで謎のシチュエーションばっかなんだよ。あとは肉に塩を振る男性なんてものも。いやお前に関してはマジで誰？これはトルコ人のセクシーすぎる料理人が元ネタで、普通にそのコスプレをする人がいるくらい、一部界隈では人気なんだぞ。やってる本人たちが楽しそうなのでいいと思います。というわけで以上、素顔を隠す縛りの面白コスプレでした。やっぱコスプレって無限の可能性がありますな。そして素顔を隠す利点を最大に活かしたコスプレが、みんな大好き夜が団長だ。マジで団長今回も何やってるんですか。
このオルガ団長コスの何がすごいかというと、後頭部に顔を貼ることであのメイシーンが立ったまま再現できるのが、もう一度言うけどマジで何やってんだよ団長。やっぱりすげえよ団長は。ネットのおもちゃとして未来永劫止まれなくなってるけどね。というわけでこの動画はこれにておしまい。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。